寒い。マイナス2度とか言ってたんだけど、何度なんでしょうか。そこんか、パソコンとポケット Wi-Fi があればステレオ放送できるのか。めんどくさいな。良かったのかな。洗濯機に行くんだよ、そういえば。まあいいか、また聞いていくか。
曇る。ずれるな。ガチガチにしないとね。ガチガチに。自転車だから、自転車だから。ちょっと早く出ないためか、夜が明けるか明けないかぐらいじゃないと。自転車用のドライブレコーダー売ってないかな。そしたら怪しまれないよね。なんか言われても、文句言われても、これはドライブレコーダーです、書いてあるじゃないか、ドライブレコーダーです。最近は事故が多いから、私は交通ルールを守ったのに突っ込んできたんですよって言えるからな。こういうドカンドカンと段差を乗り越えるところがあれですね。カメラが動く。取り付けて、で、後で編集してもいいんだけど、時間かかるし、ここここここ段差ダンダン、咳したら一気にメガネが曇る。どこだったっけ？これか、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 これだ、これだ。降りて押していってください。スワンさんが、ここが、ボートが乗れる池です。何これ、水が出てるな、ボコボコボコって。これズームができないんだよね、ズームが。あ、これ、わかった。ここで餌やる人がいるから集まってくるんだ。餌やる人がいるから。コイもいっぱいいる、コイも。
起きた。うわ、なんか綺麗な錦鯉いる。人面魚みたいな。何これ、カモメ。金色の鯉もいるし。何これ、いっぱい集まってきたよ。すげえな。ここで餌やるのかな。ちょっと黙ってみようか。
はようございます。これやってから仕事に行こうと思って、これを楽しみに仕事に行こうと思って、モチベーションのために早く来ればよかったな。
Thank you.
手ぶれが難しいな。やっぱり自撮り棒かなんかないと難しいですね。おはようございます。池に鯉がたくさん寄ってきています。ここで餌をやる人がいるんですかね。私が来ただけですごい寄ってきました。この白と黒のは何でしょうかね。白黒ガム。金色の鯉と白とオレンジの錦鯉っぽいのもいますね。この黒い鯉は何て言うんですかね。濁いではない、なんとか鯉っていうんですかね。なんかもっと綺麗なやつも下の方潜ってますね。めっちゃ寒いんですよ今日。めちゃくちゃ、なんか予想ではマイナス2度って言ってたんですけど、いやめちゃくちゃ寒いんですよ。ちょっとねマスクをしてきたんですけどね、マスクをまともにするとメガネが曇っちゃって、ここまで自転車で来たんですけど、自転車で走ってる時はいいんですけどね、止まるともろにマスクが曇っちゃって、気温が低いからかな、レンズが冷たくなるじゃないですか。あそこにカモさんがいますね。これなんですかね。ピントが合わない。三脚か自撮り棒かなんかいりますね。ちょっと手持ちだとちょっとブレがすごくてごめんなさい。気持ち悪いですよね。なんていう鳥なんでしょうか。ユリカモミみたいな。ちょっともう一回ズームしてみようか。ズームの方法ってこれでいいんですかね。ピンチっていうのかな、これピントをどうやって合わせるの。ピントが合わない。ブレブレですね。ズームを戻すのもちょっと難しいな。配信初心者なんで、いろいろ教えてください。さっきまでねカモがすごく寄ってきてたんですけど、今は鯉だけですね。私がここに来た瞬間にカモがドカーッとブワーッと寄ってきたんですけど、なんか餌、この人餌くれないなって分かったからかな、しばらく待ってたんですけど、みんなもう散っていきましたね。めちゃくちゃ寒いです。ちょっとスマホが操作できる手袋を買おうと思ってまだ買ってないので、手袋外さないとタッチできないんですよね。ありますよね、なんかこう指先だけなんか電気が通るというか、静電気を通すというかなというか。ちょっと昨日買おうと思ってコンビニで見たんですけど、700円ぐらいしたんで、なんか100円ショップにもあったような気がするんだよなと思って、後で買おうと思ってまだ手に入れてないですね。あ、なんか日が照ってきて、なんかこう乱反射してあんまり見えなくなってきましたね。あんまり見えなくなってきました。もうあそこ、あれですね、これちょっと見えない、見えますかね。朝日が木漏れ日から日の間から、わかります。なので
こはもう反射して池の中があんまりもう見えなくなってきましたね。さっきまで50センチぐらいは見えてたんですけど、あ、私の顔がなんか映るような、まあでもこう来てすぐが一番ハイライトシーンだったんだな。もうカモさん向こうに行っちゃったし、うん、散らわっちゃいました。カラスが飛んでいます。今日は天気良さそうですね。さあて仕事行くか。仕事に行きたくなくてね、何かモチベーションをと思って朝出る前に動画を撮ろうと。できればステレオで臨場感がある、せっかく外に出たんだから臨場感がある音をね、撮ったり配信したりしたいんですけど、動画を撮るのはできるんですよね。ハーウェイの P20 なんですけど、付属で付いてる、元から付いてる Android の動画アプリで、動画を撮ると、ハーウェイの最近のスマートフォンは、内蔵マークが2つ付いてるみたいで、上と下にちっちゃい穴が開いて、マイクが2つ付いてるんですよ。なので動画を撮るとステレオでまあまあ臨場感が撮れるんですけど、例えばバイノーラル録音みたいなもっと臨場感があるのを撮ろうとすると、そもそもマイクがステレオでつなげられないんですよね。イヤホンマイク端子は4ピンの端子で、1個がアースで、2つがイヤホンの L と R で、もう一つがマイク、通話用のマイク、モノラルなんで、ステレオマイクがそもそもつなげられないんですよね。で、iPhone だったら、あれはな、ライトニングコネクターっていうんですかね。あれで、バイノーラル用のイヤホンマイクっていうのが、売ってるみたいなんですよね。でまあそれで外付けのマイクで撮ることはできるみたいなんですけど、そもそも配信アプリがニコ生もちょっとどうかわからないですけど、 YouTube もなんかステレオでは配信できなかったんですよね。昨日これでテストしたんですけど。なので配信アプリがスマートフォンからステレオで放送できるというものがまだあんまりないんですかね。でも Twitch とかだったら自転車配信でなんかすごい臨場感でやってた人いたんだけど、あれステレオだったのかな。ちょっとまた分からないことだらけなんでいろいろ実験してるんですよね。今何時ですかね。そろそろ行きますかね。そろそろなんか見どころもなくなってきましたし、なんかあれですね、白いやつは向こうにいますね。あれはカモじゃないと思うんだよな。なんかユリカモメかなんかの類ですね。あの汐留の方にもいるやつですよね。もうここはだいぶ海から離れてるけど、カモもいるのかな。ちょっとあの奥の方に飛んでますよね。あそこで誰か餌やってる人がいるのかな。ここ餌やってもいいのかな、そもそもよくわからないです。じゃあそろそろ仕事に行ってこようかなと思います。なんかやる気がしないんですけど。
なんか風邪気味だし、まあ調子悪くなったら途中病院行って。あ、来ましたよ、白いの来ました。あれなんだ、あれさっきからずっと追っかけっこしてんだよね。アプローチしてんですかね。3匹か。よし、じゃあそろそろ終わるかな。はい、じゃあそろそろ終わりたいと思います。またそうですね、仕事がある日の朝、にやってみようかなと思います。オフです。はい、ありがとうございますあ、びっくりした、初めてのコメントありがとうございました。これはコメントがスピーカーから出るとは知らずに、いやーびっくりしました。ちょっと後ろをこうね、人が歩いてたりするんで。ああ、どうもどうもありがとうございます。なんかね、外に出て、臨場感のある放送をしてみたいなと思って考えていますので、今からいろいろ考えてみます。今日は、池のほとりから鯉やら鴨やら、鴨かなみたいなのを、取りに来ました。はい、ではありがとうございました。また見てください。よろしくお願いします。失礼します。